はい、とイベントが始まったのでプロローグを見ていきます。プロローグ以降はまあ前回開けられなかったイベントのストーリーを見てからこのイベントを見させていただきますのでお願いいたします。ユウジ、ん？これは何？お菓子を買っているのか？うん、うん、じゃあ結構魂胆かな。あら？プロテインスチップス結構美味しそう。ん？なんかでもみんな買い物に来てんだね。みんな頼まれたんか？ああ、なるほどね。合宿所に帰ってそれでみんなでは結構するのかな。うん。おお、じゃあちょうどいいじゃん。つうか、うん、なんかあんの？ん、あーでもなんか中国っぽくなってるのは。せやな。うん、なんか旗とかついてるのはこれはちょっとええか。ああ、飾り付けか。それで結構こんな豪華になってんだよねえ。ポスター？何それ？ああ、ああじゃあ多分それだ。ん？春節って読むのかな。あんな、そうなんだ、そういうんだね。うん、でも結構地味に豪華に。つまり、うん、多分そういうことになるね。せや。動物の形、なんか可愛いんだろうな。ほう。そうなんだ。結構楽しそう。確かになんか面白そうやな。なあなあ、うん、協定のみんな誘って行きたいのか。確かに行きたくなる気持ちもわかるわな。うん、うん、よし。みんなで帰るんとちゃん。じゃ、うん、結構向井さんめっちゃ張り切っとるやんけ。めっちゃ張り切っとるわ。同じこと言ってはるやついたわ。マジで。ほな。ほら、みんなで帰る言うてたやんけ。せやな。うん、確かにこういうのはみんなで行けばよほど楽しいよ。はい、まあ次はちょっとね、開けられなかったやつもうそろそろ見たいので、多分みんなも待ち遠しかったであろう。はい、ということで結構たまったな。はい、ふう、ん、ああ、鳥の巣箱作ってるんだよね。結構前の話の続きかな。バーナさん、ああ、結構緩いとガタンって落ちちゃうんだよ。そうか。うん、なあ、うん、脚立が揺れたら危険だからな。わかった。うん、ああ落ちないように気をつけてね。ちょっと風がやばいな。お疲れっす。お疲れ様。と、リョーマはなんかカルピンに椅子作ってたんだっけ。ええやん。うん、そうだね。あとはそれを待つだけだ。ああ確かにみんな待ち遠しくなってるよ。うん、鳥さんたちが気に入ってくれるといいけどな。
あーそうだ、貯金箱かカイドウさんは。うん、うん、天音さんがやれば結構ね、天音さんもこう得意やから結構ちゃっちゃと終わると思う。いや、おい、うん、でも結構できたんとちゃん。せや、うん、確かに特に天音さんあたりはね。うん、確かそんな感じだった気がする。え？うん、確かにこれだけ聞いたらびっくりするわな。もう大活躍やん。そうだな。ああ、なるほどね。まあ、うん、じゃあもうすぐ終わるって感じかな。せやけど、うん、この人数だと手に負えないかな。うん、お、真田さんちょうどいいところに。ああれ、指まで作っとったんか。お疲れ様、真田さん。お、うん、ちょうどいいところに来てくれたからね。いいだろう。雪村さんもおじさんもいるの？どこに？ほな、じゃあ植物組全員…あ、そっか、富士さんと雪村さんが他のとこにいるんだったん。あ、うん、氷亭の二人バリ、うん、結構頼もしくて助かるね。うん、ちゃんとこなしてるよ。せやな、うん、最初は結構苦労しとったけどな。うい、うん、確かになんかあるあるだよな。なんか打ち慣れなかったりとかすると釘とか曲がっちゃったりするからね。うん、うん、でも、うん、確かに嬉しいね、教えてる側からしたらね。そうか。おーい、ん、どないしたん。うん、草花を掘る。あー、多分雪村さんの案なんだろうな、これ。えんじゃ、うん、確かになんか綺麗になるんとちゃう。よし、なんか自然感があってえんとちゃう。ダビデ、うん、オーケー、優しいな。よし、やってやるぜ。果たして夕方までに終わるのでしょうか。終わるといいですね。はい、ということで今回はこれにて以上にいたします。明日はこれと、あとはまずはちょっとこれを明日は見ていこうと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。